What's up, everybody? エクジジャクとして活動してた涼介です。このチャンネルまで来てくれて本当にありがとう。新しいチャンネル What's up 始まります。なんで What's up なのか、海外でね、ウィッスみたいな、オーみたいな感じで、友達とかにね、若い子たちが What's up みたいな感じで言うんすけど、俺それが好きなんよね。もうやからっていう理由だけでつけたんやけど、まあ、今後はね、英語とかも使って動画も上げていきたいなと思ってるんで、まあ、海外の人にも見てもらえるように英語でね What's up。概要欄にも載せてる動画、前のチャンネルでもね報告したんやけど、まあ、俺は日本を離れて海外を拠点にして活動すると決めたんよね。まあ、そっちのチャンネルでちょっと伝えきれなかった思いとか、このチャンネルでこれから何をしていくのかとか、そういうのをこの動画では伝えれたらいいなと。まず全く後ろ向きの話ではなくて、めちゃくちゃ前向きな決断やったんよね。まあ、改めてこのチャンネルでは、もともとエグジチャックで使ってた死ぬまでにしたいこととっていうテーマでやっていくチャンネルになるんやけど、なんでそれになったかっていうと、俺は死ぬ直前に、うわー俺の人生あれやってなかったなー、くっそーみたいな後悔を本当にゼロにしたくて、やからエグジジャックでもそれを使ってたんやけど、まあ、本当に自分のやりたいこと夢とかが本当に無数にあって、もうやりきれるかそれは分からん。でもそれを追い続けるっていうことだけはやめたくなくて、やから万平と俺で世界中回って、楽しかったこともめっちゃ辛かったことも悔しかったことも悲しかったことも嬉しかったことも経験してきて、でその前からね、もうこの活動始める前から夢やった海外に拠点を置いて活動したいっていう思いが、もうその旅とかを通じてもうどん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 大きくなってきて、でもこういう活動を始めさせてもらって、いきなり自分だけってなったらめちゃくちゃ多くの人に迷惑もかけるし、心配もかけるし、二人やからこそ応援してくれてたって人もたくさんおると思うし、その人たちを失望させてしまうし、何よりも相方の万平に申し訳ないっていう少し諦めてた部分があって、でもなんかおかしくないかな、いや違うやろ、人生一回やん、それをテーマにしたのが自分やん、この活動で一番は別にお金稼ぎたいとかじゃないやん、人の目気にしてる場合じゃないやん、自分がやりたいことを全力でやって、その姿を映像を通じて届けてくってことやんって気づいて、エグジジャックのテーマであった死ぬまでにしたいことっていうのをこのチャンネルでもう全身全力でやっていきたいと思ってて、なんでこういう思いになってるのかっていうと、今まで生きてきてどうせ無理やろとか、現実見ろよとか、それってお金どうやって稼ぐんとか、まあ、そういう大人たちでやっぱり溢れてるんよね、もう世界は現実的に、まあ、大人とかもう学生の子たちがもうやっぱ夢は見れない、子供の頃にはあんなにこう大きな夢を恥ずかしがらずに持ってたのに、少し大人になるともう夢を見てることとか挑戦しようとすることとか、それってバカやんって思われるやん、やからもう普通に生きよう、みんな行ってるから大学行こう、みんな就活するからやろう、それが身の丈に合った生活やんって、いやその身の丈って誰が決めたん、自分やん、そんな大人たちで溢れてて楽しくなさそうな顔で電車とか仕事行っちゃったらさ、そりゃ子供だって大人になったらこうなるんやって思うやん、でもこの活動始めてめちゃくちゃ嬉しくて、自分がやりたいって思うことをやっちゃったら元気もらえるとか、自分もやってみようと思ったとか言ってもらえて、俺なんてただのホームレスよマジで、家もないし、ここも今友達の家やし、やけどそういう声をねコメントとか、あとはオフ会とかで直接会った人に言ってくれて、映像ってすげえなって思って、本当にこれなんか自分の生きがいやなって思って、まあ、やりたいけど現実問題できない人って絶対おるし、これから大きな夢追いたいけどどうしたらいいかわからんっていう人もおるし、行ったことはないけどどういう世界が広がってるんやろうなって好奇心の強い人もおると思う。俺はそういう人たちのために自分が全身全霊で夢とかやりたいことを叶えていく姿を見せたいって思って、こういう生き方もできるんだよって若い子たちにも伝えたくて、なんか気球で世界一周するとか、無人島を買うとか、テレビに出たいとか、手に職はないけど海外には住みたいなとか、もうそんな大層の夢叶うわけないやんってみんなどうせ笑うやろ。でも俺は本気やから、多分本気で目指した人しかそういうのって叶えられんと思う。俺も遊びが大好きよ、やからバカみたいな動画も多分これからあげるし、お酒も好きやし、女の子と話すのも好きやし、バカ騒ぎするの大好き。別にめちゃくちゃ優等生でもないし、ぶっちゃけ育ちも良くないし、22で大手の会社入って、25で独立して、28歳でまあ失敗して、今年からこの活動始めただけで何も得てないけど、でもさ、いろんなしがらみがある中でも自分がやりたいっていう心だけには嘘はつきたくなくて、自分が親父になった時に大人になっても自分の子供がね、俺の親父みたいに夢叶うんやから、一個ぐらい勉強失敗したって、受験失敗したって、就活に失敗したって、スポーツに失敗したって、仕事に失敗したって、いつまで経っても夢は叶うよって、俺の背中見ててよって、俺がやってること見てや、夢叶えれるよ、まあ、そう言える親父になりたいなと思って、まあ長くなったんやけど、まあ、そういう思いでこの死ぬまでにしたいことっていうテーマで動画を上げてくんで、ぜひ今後も見てください。あ、それとね、海外に拠点を置きたいって言ったんやけど、まずは一番に行きたいとこがあって、やっぱアメリカなんよね。まずはね、アメリカに行く予定にしてて、もうねこの数日後、もう年末年始からめちゃくちゃ面白いこと考えてるんで、絶対
対見てほしい。エグジジャックのチャンネルから来てくれた人、新しく見つけて見てくれた人、みんな本当にありがとう。絶対損させないんで、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、SNS もフォローしてくださいね。ってことで、今日は報告みたいな感じになったけど、今後はもうバンバン外に出てくんで、楽しみにしといてやー。